はい、23年冬アニメ土曜日のジンはとりあえず10作見ることにしてます。そのうちお隣の天使様とゆうゆうニーヤ魔王学院の4作品に関しては、まあ、別個動画を上げています。今回取り上げるのは他の6作についてですね。あ、ブルーロックはまあ継続だから、まあ、ブルーロックに関しては S ですね。こう一気オープニングを流しつつ、まあ、結局試合で負けちゃってもうチームメイトを奪われて、まあ、そこでエンディングの代わりに2期オープニングが流れるっていうところがもうエゴくて熱いですね。ブルーロックの熱さは未だ変わらないので、まあちょっとまあ本当に安定して見てる感じです。まあということで、まあ他の5作について取り上げていきますね。うん、まず最初にもう一括しちゃうか。解雇された暗黒兵士30代イカ略、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます最強陰陽師の異世界転生記、この3作は一括して A ランクにしときます。個人的には S ランクにしときたいけど、まあ A でいいかな。うん、まあ3作ともぶっちゃけなろうなんだけど、まあ悪くないです。まあ土曜日で言うんだったら、まあお隣の天使様と魔王学院の、まあ、敵がまあぶっ飛んでるんだけど、まあこの3作に関してもまあ無難といえば無難なんですよね。まず一つ一つやっていくと、まあ、解雇された暗黒兵士に関しては、まあ、いつもの追放系なんだけど、まあ、主人公のダニエルさんを、まあ、追放したのが、まあ、バシバーザ君なんだけど、まあ、この人の声優が阿部敦さんで、もう異世界のんびり農家の村長に、まあ、この後なっちゃうんですよね、多分。まあ、暗黒兵士に関しては、まあ、かなり作画としても結構無難じゃないかなと思うし、まあ、もともとこの作品なんか漫画だとおっぱいに負けて、それでなんか馴染んでるって話なんだけど、まあ、その辺のマリーカのおっぱいをちゃんと描いてる感じがあるし、主人公の声優がもう杉田智和さんなんだよね。もう無職転生のルーデウスなんだけど、まあルディは結構なんだかんだハードモードだけど、まあこうダニエルは結構それなりに、まあ スローライフをエンジョイしてるから、まあいろいろ苦労するんだけどね。まあ結構暗黒兵士に関してはちょっとギャグ、まあいつものノリだけど、ちゃんといつものノリを丁寧にやってて、まあこの辺結構エンカレッジフィルム頑張ってんなと思うから、まあそういう意味でも含めて A ランクにしておきます。まあ、バシュバーザ君の処遇に関してはもう原作小説と漫画で結構展開違うから、まあこっちは漫画準拠になるんじゃないかと思うけど、まあぶっちゃけ表現と比べちゃいけないね。うん、まあちゃんとこっちはちゃんとアニメに落とし込んでてうまく頑張ってるから、もうまあやっぱさ杉田智和さんが頑張ってるってもあるし、同じくこう声優さんが頑張ってる、まあ、ローキン8ですね。うん、ローキン8はなんかサムライ8っぽいんだけど、まあ、そこは置いといて、まあ、ローキン8は前にも作者の人がまあナローでやってて、それがあの、まあ、平均値のやつなんだけど、もともとフナさんはこうパロディがやたら多いっていうのが良くも悪くも作風なんだけど、それを結構無許可でやったら結構寒くなるなっていうのは、まあ、実際平均値のアニメ見てて思って、まあ、ローキン8はその辺うまく反映されてるのか、結構アニメになって結構カットが多くて毒抜きされてるなって思った。もうカットしてなんで毒抜きなのかって分からないんだけど、まあ、ただまあ、こう、ミツハっていう主人公がもう長江里香さんで、もう綿天の日向ちゃんなんだけど、長江里香さんがもう綿天みたいにもうやんちゃな妹キャラなんだけど、それでも友達のためには頑張れるっていう、そういうところの良さみたいなものも出てるし、まあ、実際こう友達を助けに行くためもう危険を冒して頑張るっていうところがもう憎めないところだなと思うし、あとまあこれ結果論なんだけど、こう小説家になろう原作で初めて異世界転移をやれたキャラになると思います。実際はアリフレとかもちゃんと地球に帰ってくるんだけど、あいつは4期までかかるし、初めはね。ミツハは初手チートでこう異世界転移をもらってるから、まあ、そこが結構、まあ、アニメとしては新鮮なんじゃないかなと思う。うん、まあ、結果的に総評とすれば結構、まあ、毒抜き頑張ってんなって思うし、まあ、結構やっぱ見てていいなと思う。まあ、長江里香さんの声がいいってのもあるね。まあ、そして最後の最強陰陽師の異世界転生記、まあ、これは本当になんか学校行ったりしてもう賢者の孫シリーズじゃねえかってのはあるんだけど、それでもこの作品結構前世がまあ陰陽師から転生したってのもあって、その辺の能力を引き継いでるってのもあるんだけど、もうアニメの演出としてその陰陽師で戦うっていうそこら辺の演出が結構良くて、まあ、ぶっちゃけこう和風のノリがすごいんだよね。 BGM も和風だし、もう演出としても和風だから、いやこれ結構スタジオとして頑張ってんなって思う。
いつもの双馬車のノリだけど、まあ、そこでもなんかスタジオが頑張ってるってのもあるから、まあ、そこら辺嫌いじゃないですね、スタジオプラン。まあ、腐ってもディオメディアと仲良い会社ってところですか。花森ゆみりさんのショタ声はまあ普通、まあ、花森ゆみりさんの声は好きだけどね。ということで、まあ、暗黒兵士と最強陰陽師とローキゲートに関しては、まあ、1話のつかみとしては、まあ、悪くないかなと思う。まあ、ナローイズナローだけど、まあ、スタジオが、まあ、それぞれ結構頑張ってるなって思うし、まあ、そこら辺これでいいんじゃないかなと思う。まあ、それぞれ声優さんの力を借りたり、まあ、毒抜きしたり、結構、まあ、与えられた設定を生かそうとしたりとかしてて、まあ、好印象がありますね。僕は好きですよ、こういうナロー作品。まあ、隣の、うん。まあ、残り2つ。いじらないで長トロさん、セカンドアタック。長トロさんはまあ、S で。長トロさんはまあ、うん、長トロさんだよ。ただまあ、長トロさんがまあ先輩のことをちゃんと好きだっていうのが、まあ、すごい伝わってるから、まあ、そこら辺最初からクライマックスで安心感あるし、こう、ド S っぽくやってても、こう、好意が出てきちゃうってところが、もうイチャイチャしてていいなと思う。七志さんも丸くなったなっていい意味で思いますよ。うん。まあ、そこら辺のなんか丸くなった七志先生の良さっていうのが出てくる。まあ、長トロさんは本当に安心感の S ランクです。最後、トライガンスタンピート。トライガンはまあいろいろとちょっと不安感があったけど、S です。うん。トライガンは良かった。こう、オレンジだから、まあ CG になってどうなのかと思ったけど、まあ実際蓋を開けて動いてるのを見ると、いい意味でアメリカのアニメっぽいんだよ。まあもともと今更トライガンは再アニメ化するって言ったら、もう海外向けの展開だろうし、もうアメリカのカートゥーンをゴリゴリに押してくるのは全然正しいと思う。松岡バッシュもそんなに違和感ないし、まあ、小野坂さんもちゃんと一応ゲストとして出てたりするから、まあ、そこら辺のリスペクトみたいなものも感じるし、今の時点で海外を狙うのって絶対正しいから、まあ、本当に、まあ、トライガンに関しては、まあ、本当に S でいいと思います。まあ、最後におまけのゼロ話切りは、まあ、光の王と通り部2機はゼロ話切りです。まあ、単純に見る手段がないからです。通り部2機はまあディズニープラスさんから落ちてきたら見るかもしれないけど、ただ通り部に関してはもう地先と蹴りつけるところぐらいしか見どころないような気がするから、まあ惰性ですよねっていうのは正直あります。もうマイキー関連も含めて、まあ一期はあんだけ人気あったのに、まあちょっと寂しいところもあるんですが、一時期はテンスラに並ぶ進撃の巨人の後釜っぽかったんですけどね。まあうん、まあ後でまあ 見るかもしれないです。はい。光の王は、まあ、ウォーウォーの作品だから、まあ、うん。今期のオリジナルアニメは結構レトロ系の作品が多いんだけど、まあ、その中に入ってくるかもしれないんだけど、やっぱりこう、独占はきついよねっていうのはよくあると思う。うん。まあ、ウォーウォーはブレンパワードの頃からこんな感じだから、まあ、いいかな。という感じですね。じゃあ、まとめに入っていくけど、やっぱこう、ナローが多いなっていう。まあ、10作見てるって言うけど、まあ、このうちの5作が、まあ、ナロー掲載作ですし、まあ、その上で言うけど、やっぱ、出来はいいですよ。うん。まあ、小説家にナローに載ってるものは全てダメだみたいなこと言いたい人にとっては結構きついのかもしれないけど、まあ、個人的にはかなり良いです。うん。お隣の天使様と魔王学院に関してはもうスタジオがもうめちゃくちゃ良いし、まあ残り3作に関してもちゃんと無難以上に仕上げてきてるから、まあそういった仕事をしている会社に関しては本当に評価していきたいと思ってるし、もう本当にこう今期はナローを受け入れるかどうかでだいぶ印象変わると思います。まあいいクールだと思いますよ。まあ、ということで、チキチキチャンネルの動画をよろしければもう一本見ていただければ幸いです。以上です。